今日もイスラエル美佐子のチャンネルにお越しくださってありがとうございます。今回はユダヤ新年の後のホリデー月間の中でもクライマックスの一つ大食材日のヨムキプールについてです。ヨムキプールの夜と昼間に散歩に出かけたので、その時の写真やビデオとご一緒にどうぞ最後までお楽しみください。今年2021年のヨムキプールは9月15日の日没に始まり16日の日没まででした。ユダヤ人にとっては1年で最も聖なる日です。この日は食材と悔い改めの日です。ユダヤ暦のティシュレイ月の1日目にユダヤ新年を迎えました。そしてティシュレイ月の10日目がヨムキプールになります。国中のすべてが止まり、静かな1日になります。ヨムキプールが食材のクライマックスになるのですが、その前から悔い改めの期間、スリホットという期間があります。スリハーというのはごめんなさい、すみませんという意味です。スリホットはスリハーの複数形になります。そしてこの期間は許しを求める時間になります。もともとスペインのイベリア半島に住んでいたユダヤ人スファラディームの伝統では、ユダヤ新年の一つ前の月エルール月の1ヶ月を通してスリホットを唱えます。東欧のユダヤ人が中心となったアシュケナージのユダヤ人はユダヤ新年の数日前からスリホットの祈りを読みます。私たちは普通に生きていても、他人の人を傷つけていたり、嫌な思いを意図していなくてもさせていたりしています。ヨムキプールの前には家族や友達にこの1年何か傷つけたり悪いことをしていたらごめんねと言い合います。私はこの習慣をとてもいいなと思っています。そしてこの日は天の扉が開かれると言われていて、願いが天に届きやすいとも言われています。このヨムキプールの日、信仰深い人にとって禁止されている事項というのは、飲食の禁止、革靴を履かない、入浴洗濯をしない、香水やローション自分に油を注ぐことをしない、性的なことをしない、以上のことが禁止事項になっています。ヨムキプールの歴史というのは出エジプトの数ヶ月後にまで遡ります。シナイ半島で神に10回を与えられて、モーゼがシナイ山を降りると、人々は偶像とみなされる金の子牛を崇拝していました。モーゼが民に対する神の許しを祈り、2つ目の10回と神の許しを得て山を降りてきた日がティシュレイ月の10日目で、この日がヨムキプールになったと言われています。この物語が伝統的なヨムキプールの起源と言われているのですが、ハ・アレツというイスラエルの新聞の記事で、6年前の記事なのですが、とても興味深い記事があったので紹介したいと思います。この記事を書いた人は、ヨムキプールを祝うようになったのは紀元前400年頃だろうと言っています。この記事のことは概要欄にリンクを貼っておきますので、興味のある方はぜひ読んでみてください。そしてさらにヨムキプールの起源になった物語は、モーゼの物語ではなく、モーゼの兄アロンの息子たち、ナダブとアビブという息子たちがいました。この2人は幕屋の中に神が命じたものではない火を主の前に捧げてしまうという失敗を犯しました。そして主の前から火が出て、彼らは焼き尽くされて死んでしまいました。そしてその後に幕屋を清める必要があったのですが、その清める方法と儀式をアロンに伝えました。それが年に一度の贖いの日になるというのがレビ記の16章にあります。そして時代は進んで、バビロンの捕囚から預言者エズラがエルサレムに到着したのは
ティッシュレイ好きの初日だったらしいのですが、その後のヨムキプールのことについては言及していないのです。ユダヤ新年をティッシュレイ好きの1日目になったのも、いろいろ調べてみるとバビロン捕囚後の時代らしいということだったので、ユダヤ新年ヨムキプールをこの日に祝うようになったのは、もしかするとこの時代だったのかもしれません。第二神殿の時代はアロンの子孫のコーヘンの家系コハニームの祭司が年に一度このヨムキプールの日だけ至聖所の中に入ることができました。そのための特別な清めや準備という期間もあったそうです。現在ではこのヨムキプールの1日は、信仰深い人は1日中シナゴーグで過ごします。うちの家族は世俗的な家族なので、食事の規律のコシェルも普段から守っていないですし、シャバットも守っていませんが、ヨムキプールの1日はパートナーは約25時間の断食をします。その間は水も飲みませんし、インターネットも使いません。この1日は静かに本を読んだり散歩をしたりして1日を過ごします。パートナーのお父さんのパパさんは断食はしませんし、ヨムキプールの1日中テレビを爆音で見ています。ちょっと不良ユダヤ人です。さすがにこの日は車の運転はしません。私はユダヤ人ではないのですが、約25時間の断食だけします。水も飲みますし、インターネットも使います。ヨムキプールをどの程度守るかというのは、家庭ごとその人ごとで随分変わってきます。それぞれの度合いでやっているので、他の人に強制したりやってないことを批判したりする人も私の周りには特にいません。個人の度合いをそれぞれにリスペクトします。うちのパートナーのように普段は世俗的に生きているけれども、このヨムキプールは断食はするっていうイスラエル人は結構な数いると思います。うちの家族では厳格なヨムキプールというのを過ごすことができないので、以前ヨムキプールを真面目にやっているエルサレムの友達のお母さんの家でヨムキプールを過ごしたことがあります。ヨムキプールでは仕事とみなされることはできないので、ヨムキプールに入る前にいろいろな準備をします。まずお母さんはヨムキプールに入る直前に家族みんながたらふくご飯を食べるので、たくさんの料理をしてくれます。例えば電気をつけるのも仕事とみなされるので、ヨムキプールの間は明かりをつけっぱなしにしておきます。間違えて電気を消してしまわないように、電気のスイッチにテープを貼って消せないようにします。こんなことも準備するのと思ったのは、トイレットペーパーを切るのも仕事とみなされるので、ヨムキプール中に家族のみんながトイレットペーパーを切る必要がないように、あらかじめトイレットペーパーを切って小分けにしておきます。もちろんテレビは見ないし、ネットもできない。携帯の電源も切ります。私はほとんど寝て過ごして、起きてる時は散歩したりして過ごしました。25時間の断食が終わった後に、友達の弟がやってきて、アラックという強いお酒をストレートで飲むのがうちの伝統なんだと言われて、すっかり騙された私はショットグラスでスキッパラにアラックを飲んでしまい、お酒が弱い私は酔っ払ってさらに2時間眠り続けました。友達の弟はお母さんと友達にすごい怒られてたのですが、そんな思い出のあるヨムキプールです。私が住んでいるヘルツェリアというところは、正統派のユダヤ人の割合がイスラエルで一番少ない市なのだそうです。それでも近所には2つのシナゴークがあって、皆さん白い服を着て集まってお祈りをしています。この町は逆に外国人の割合が多いので、車が通らない道を走り回っている子どもたちもヘブライ語ではなくて英語が聞こえてきます。年に一度車も通らないこういう静かな日があるのは本当にいいと思います。
うちの前には大きな道が通っているのですが、車がこの日は一日中通らないので、道の真ん中を歩いたり、サイクリングしたりできる一日です。残念なことに、アラブ人がバイクや車を暴走させる人がいて、うちの近くでも事故がありました。とても残念なことです。今年のヨムキプールでは、親戚の家の近くで7歳の子供が事故で亡くなったそうです。毎年のヨムキプールの時にこのような悲しい事故はあるそうで、今年はイスラエルで2人の子供がヨムキプールで亡くなったそうです。さらに1973年のヨムキプールの日、国中がストップして断食していた時に、エジプト、シリアを中心としたアラブ諸国がイスラエルを攻撃してきました。奇襲を受けたイスラエル軍は18日後に逆転勝利を収めましたが、両軍とも大きなダメージを受けました。第一次オイルショックの引き金にもなり、日本もトイレットペーパー騒動など影響を受けました。今日はこのあたりで終わりにしたいと思います。最後までご覧いただいてありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。